空軍宇宙軍団は、かつて存在したアメリカ空軍において、軍事衛星の運用その他の宇宙関連の作戦を行う組織である。アメリカ空軍の主要軍団として編成されており、部隊管理上は空軍参謀本部の指示を受けるが、作戦指揮上は統合軍であるアメリカ宇宙軍の指揮を受けていた。司令部はコロラド州ピーターソン空軍基地に所在し、 大将が指揮していた。主に軍事衛星の打ち上げ、運用など、アメリカ軍の戦略に必要な宇宙空間における、機器の運用や、技術開発の支援を行っている。弾道ミサイル発射に対する早期警戒も任務であり、地上の大型早期警戒レーダーも管轄下である。運用している、軍事衛星としては、GPS 衛星などの広報衛星や、通信衛星、 早期警戒衛星などが挙げられる。1個航空軍、2個センター編成であり、第14空軍が衛星の運用、ミサイル早期警戒を担当している。大陸間弾道ミサイルを担当している第20空軍も参加にあったが、これは2009年12月1日にアフグスク参加に移管された。軍用機として戦闘機などは保有しておらず、 人員や資材を輸送するためのヘリコプターを保有している。また、民間人や民間企業からの派遣が多いのも特徴となっている。空軍システム軍団及び戦略航空軍団の再編成により、1982年9月1日に設立された。1985年には統合軍であるアメリカ宇宙軍の主力として、その指揮下に置かれた。 湾岸戦争においては管轄下の早期、警戒衛星が多用され、イラクのスカットミサイルの発射警戒を行った。1992年には大陸間弾道ミサイルも空軍宇宙軍団管轄下に置くこととなり、1993年に航空戦闘軍団より第20空軍が参加に移された。2001年には宇宙ミサイルシステムセンターも 米空軍資材コマンドから移管された。2002年10月1日には宇宙軍の戦略軍への統合に伴い戦略軍の指揮下に入った。2008年に空軍サイバー軍団の創設中止に伴いサイバー戦もアフスプックの担当することになり第24空軍が2009年8月18日に設立、編入されたが2018年7月17日には 第24空軍は航空戦闘軍団の参加になった。2019年8月29日には統合軍としてのアメリカ宇宙軍が再発足した。2019年12月20日には軍師としてのアメリカ宇宙軍が成立し、空軍宇宙軍団などの部隊が引き継がれている。ありがとうございます。